くぜ。ヘイズビーストまあ言っただけということでヤグタウンで、ということでね、言っただけ言っただけのヘイズビーストこちらを使っていきたいと思います。めちゃくちゃ強くなったぞっていうのが今まで、まあ、ヘイズビーストありましたね。ヘイズビーストだけは普通に。で、ヘイズビーストの、効果として、やっぱりね、効果の対象にされないっていうのが非常にね、強い要因の一つであったんですよ。ただし、ヘイズビーストね、やっぱり全体的にすごくね、火力が低かったんですね。で、その火力を粉砕で補ってはいたんですが、残念ながら粉砕を使ったとしても、ちょっと最近足りなかったんですよ。そう、3000そこいらしかいかないんで、そこを補っちゃってますいや、今回さ、その炎族って言ったところで、フレイムギア、シリュー、こいつがね、手に入ったことによって、こいつをね、バーンとヘイズビーストデッキに入れることによって、なんとこの完全にね、この火力での弱さといったところを補えてますフレイムギア、シリューがだって2900火力があるから、そこにね、粉砕を使うことによって今最大ね、900ポイント攻撃力が上がると。あ、早速ね、引いていきましたね、シリューを。ということで、スピンクスの効果でモンスターをね、1枚ぼっちで、これフルモンデッキなんで 100% これ正解します、成功します。ということで、手札の出していきましょう。フレイムギア、シリュー、そしてズキル発動、3800火力、3800まで上がります。そういうことで、すげえ強えよな。3800打点のヘイズビースト。ただし、こいつ自体は効果を受けるんで注意してください。裏返し表情殴っていくぜ。3200。3200食らっとったぞ、今。そういうことです。かなりね、弱点を補えるような、出来となっております。すげえ強え。すげえ強えわ、このフレイムギア主流。で、このデッキ、やっぱりね、すごくね、俺はシンプルにしました。ヘイズデッキって、やっぱりね、すごいシンプルにした方がいいと思ったんだよね。っていうのが、出しやすさに特化して、ちょっとでも、その支流とかであったりを、出せるような配分の、モンスター配分としております。まずね、スピンクス3枚。これね、確定です。うん。スピンクスは、デッキトップを墓地に送ってそれが宣言したカードであれば、墓地そして手札からモンスターをね1体炎族のモンスターを1体特殊召喚することができると。それでこいつによって回っているんで、はい。そしてミスラですね、今回ね守備力貫通効果持っているのをシリューだけじゃないです。フレームギアシリューとあとキューブの爪も採用しておりますので、ミスラでね雑魚モンスターを相手にあげるっていうのが全然ねぶっ刺さりのぶっ刺さりなんですよね。さあ、そしてこれ僕のねプレイングなんですが、まずこちらですね、スピンクスを2体出していきます。で、モンスターゾーンが3枚なので1枚しかね効果発動できないんですが、まあ、相手がねモンスター展開してきた時に、こちらのねスピンクス壊されることが多々あると思うんですよね。うん。で、その多々あるっていうのが嫌で、なんせねこの次のターンまで持ち越せる、だからそのスピンクスを使っていくっていうのが非常にね、スピンクスを3枚出していくっていうのが、次のターンも見越して、うん、非常にいいところかなと。で、一応ね手札にヘイズビーストペルトンがある場合はペルトンを優先的に使っていきましょうっていうのが、ペルトンは自分と、手札のカード1枚を、墓地を送ることによって、デッキからね2枚のヘイズビーストを生み出すことができるので、ペルトン1枚でスピンクスが2枚フィールドに出てくるといったような形になってきます。だからね非常に優秀かなと。お相手さん、残念ながらヘイズビーストは効果の対象にならないぜここね俺ね効果の対象されるのが嫌だったんでシルを出していくのはやめました。うん、正解だったみたいだねそう、効果の対象にならないんで基本的にこちら何も受けません。うん、火力で超えていくぐらいしかね、基本的にはなくなってくるんで、やっぱりねそこは強いかなと思います。はい。で、今回ねまず炎帝化身そして、雷帝化身こいつで、特召喚して、アドバンスしていくといったような形なんですが、まあ、モンスター1体でねフレーミングやシビアも出せるんでそこも非常に優秀かなと思っております。で、事故った時はヘイズビーストサーベランスも入れておりますので、サーベランスですがこのカードが破壊され墓地を送られた時に
デッキからヘイズの名のついたカード1枚を手札に加えると、これでフィンクスかベルトを手札に入れてしまえばいいかなと。でさらにサーテラスは、妥協召喚できるんですよ。リリースなしで召喚できる。その代わり、攻撃力が、1000になっちゃうといったような効果なんで、全くね、本当にサーテラスでアンティードもさらにね回しているといったような状態となっております。で一応ね、雷帝化身ミスラが、自身をねリリースしてアドバンス召喚に成功したらもう一回ねアドバンスできるって言ったところで、本当に状況に応じてシリュウもモンスター一体でアドバンス召喚できるので、うまくねこのシリュウを出していければなといったところです。さあということで、モンスター2体、これはねサーベラス出していきましょう。で、粉砕使うことによって、ただのヘイズビーストやったらやっぱりね2800カルプ、やはりねちょっと弱いんですよ。どうしてもブルーアイズとか出されたらもうその時点で突破できないんで、そこをうまくね補ったところがこのデッキのいいところかなと。あとなんせこれフルモンなんでフルモンスターデッキなんで、これ、ね、めちゃくちゃ気持ちいいわ。やっぱこういうねシンプルなデッキはなんだかんだ強いです。はい、ということで、ここがねヘイズビーストでいきましょう。で、そう相手、バリアでウォールフォースで、こちらねモンスターが自立されることを、デッキ戻ることを危惧して一応守備表示で攻撃していきました。さあということで、このデッキちょっと上手ければ ぜひグッドボタン押してください。チャンネル登録もお願いします。後半は必須カードの説明です。ガチャヤグタウンです。さあということで、今回はヘイズビーストデッキです。めちゃくちゃ強いよこいつ。今までねヘイズビーストの弱点を全て克服したといったところ、さあそれではこのデッキの必須カード3枚ピックアップ、ポン。さあポンが出たといったところで、必須カードの説明の方させていただきたいと思います。まず必須カードの1枚目はこちら、ヘイズビーストスピンクス、こいつです。これすっげー強いから、ヘイズビーストスピンクス重戦士族で、効果モンスターです。あとは星や6なんでね、アドバンス召喚していきましょう。このカードがフィールド上に表表示で存在する限り、相手はこのカードをカードの効果の対象にできません。また自分のメインフェーズ時、カードの種類、モンスターか魔法かトラップを宣言して発動できる。自分のデッキの一番上のカードを墓地送り、宣言した種類のカードだった場合、さらに自分の手札墓地から炎属性モンスター一体を選んで特殊召喚することができます。ヘイズビーストスピンクスの効果は一体2丁しか使用できないといったところ、星6で1900火力と非常にね、能力的にはやはりねちょっと劣るスピンクスではありますが、効果がねかなりのぶっ壊れ、まず効果の対象にならないっていうのが非常に強いのと、あとはね宣言してデッキトップを墓地を送ると、で僕のデッキ全てがモンスターと構成されております。だからね 100% この余地は当たります。 100% モンスターで当ててって、でさらにね墓地を送ることによって、まあ強力モンスターが墓地に落ちてくれるならそれでいいし、なんせこのスピンクス出していくにあたって、まずねこのエンテイ化身ベルネリス、こいつをね出していきたいと。でベルネリス出していくことによって、こいつね特殊召喚するために手札1枚捨てなきゃいけないんですよ。でその手札を捨てるっていうのを、じゃあ例えばねシリュウとかであったりを捨てるのであれば、シリュウを捨てて、そしてスピンクスの効果で墓地のシリュウを、特殊召喚とかもできます。でシリュウね特殊召喚されるのであればデメリット効果は消えます。エンドフェーズ時に自分は1000ポイントダメージを受けるっていう、モンスター1体の時に出したデメリット効果、このシリュウは、特殊召喚されることによって完全に、ね、なくなるので、そういった意味ではかなりね強いかなと思います。さあスピンクスが必須カードの1枚目、それでは必須カードの2枚目はこちら、ヘイズビーストペルトン。かわいい名前。ペルトンです。このカードはヘイズビーストの名の付いたモンスター、この効果以外では特殊召喚できない。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手はこのカードをカードの対象に、このカードの効果の対象にできない、同じですね。また手札の炎属性モンスター1体を墓地送り、このカードをリリースして発動できる。デッキからヘイズビーストと名の付いたモンスター2体を特殊召喚する。ペルトンのこの効果は1体に1丁しか使用できないと。こいつはねなお弱くなってます。攻撃力は1600で、このペルトンをリリースすることによって、手札の炎属性モンスター1体も墓地を送って、デッキからねそうデッキからモンスター2体を
特召喚することができる。僕はねそれでスピンクスを2体出していくのが、盤石な体制かなと思っております。うん、2体出せないとかは全然ね、サーベラスとかでも良かったりするんで、こいつでかなりのね展開力加速させることができますので、あとは手札の炎属性モンスター1体を墓地送ることが必須条件となるんだが、これねフレームギアシルも炎属性、あとキュービのキツネはアンデッド属性だからダメだけど、フレームギアシル炎属性、エンテカシンベルネリスも炎属性、あとはねペルトン自体も炎属性ですので、基本的にこの効果をやりやすいかなと思っております。ペルトンで展開力を一気に加速させると。それでは必須カードの3枚目はこちら、フレームギア支流こいつです。うん、結局ねこいつです。今でねヘイズビーストって言ったら火力不足がどうしても否めなかったと。うん、で、3000打点とかを超えていけなかったところをこのフレームギア支流が入ることによって一気に粉砕まで込みで3800打点、そう3800打点まで、相手見れるようになりました。なおかつ、貫通効果持ちなので、本当にね粉砕と支流 の相性もすごくねいいといったところで、このデッキが一つ進化したのは、このカードのおかげかなと思っております。さあということでヤグタン毎日19時と20時、1日ね2本動画の方アップロードしております。うん、で、Twitter もやっております。コメントも随時受け付けておりますので、このデッキ強いよ、このコンボ面白いよとかいう意見があればぜひ教えていただければ、動画の方にさせていただきたいと思います。さあということでこのデッキ、この動画少しでもいいなと思っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタンどうぞよろしくお願いいたしますさあということでヤグタウンの動画、19時の動画も20時の動画もてめえら全員100回ずつ見ろよ。嘘嘘、2回ずつでいいよということでヤグタウンでした。それではまた明日も見てください。またね。次回城之内シスデュエルスタンバイ。